さあこれより第4クォーターに入ります。第4クォーターは先ほどタッチダウンを挙げました佐藤建設のキックオフで試合再開となります。キッカーは19番の相生が務めます。さあトヨタリターンに入りました。しかしこれは佐藤建設7番が見事にパシュート。このリターン許さずトヨタ陣25ヤードに封じ込めました。見事なタックルを決めましたのは佐藤建設7番広常でした。しかしトヨタこの自陣25ヤードからの反撃に入れる攻撃を展開することになります。自陣25ヤードからトヨタブルファイターズファーストダウン10。さあオプションプレーを展開しようとしましたが、しかしこれは佐藤建設55番が見事に対応し、このプレーロスタックルとしました。素晴らしい反応を決めましたのは佐藤建設55番の木村、岡山大学出身のルーキープレイヤーです。トヨタ自陣23ヤードからセカンドダウン12。パス不成功。クォーターバック20番ここで1点パスプレーに転じました。ターゲットは22番でしたが、しかし佐藤建設0番が見事なカバーをしておりパス不成功に終わっています。トヨタ自陣23ヤードからサードダウン12。QB サーク。クォーターバック20番この状況を打開すべくパスを投じようとしましたが、これを佐藤建設9番と79番が猛追しまして QB サーク、パスを投じる前に仕留めました。素晴らしい追い上げを見せましたのは佐藤建設の9番の大隅、学習院大学出身のルーキープレイヤー、そして79番の選手国武、一橋大学のプレイヤーが見事なコンビネーションでこのパスプレーを封じました。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。交代違反、トヨタブルファイターズ。ここでトヨタに交代違反の反則がありました。ドームのペナルティーでフォースダウンです。フィールド内に12人いた模様です。5ヤード抜退しましてトヨタフォースダウンの状況になります。トヨタブルファイターズ5ヤード下がりまして自陣19ヤードからフォースダウン16、パントフォーメーションを選択しました。佐藤建設このパントは返しません。佐藤建設陣40ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代です。
攻守変わりまして佐藤建設自陣41ヤードからのファーストダウン10に入ります。ここでランニングバック3番、見事なステップワークで中央を突破しまして約6ヤードのゲインとしています。ここでホイッスル、負傷者が発生しておりレフェリータイムアウトが入ります。先ほど見事なステップでランをしました佐藤建設3番、負傷者のためのタイムアウトで、一橋大学出身のプレイヤーです。佐藤建設自陣47ヤードからセカンドダウン4、佐藤建設ここでクォーターバックに26番の選手が入っていました。ハンドオフへから自らキープ、左オープンをカットバック切りまして攻撃権更新としました。佐藤建設ファーストダウン、見事なステップワークを決めましたのは26番のアイオイでした。佐藤建設相手陣46ヤードに入りましてのファーストダウン10、パス不成功。佐藤建設クォーターバックに26番のアイオイをそのまま起用しています。今度は右スプリントアウトからワイドレシーバー83番へのパスでしたが、これは83番キャッチできませんでした。セカンドダウンに変わります。佐藤建設相手陣46ヤードからセカンドダウン10、さあ今度は中央へのランプレー、ランニングバックに託しまして中央突破を図ります。キャリア29番、これに応え約7ヤードのゲインとしています。29番は上野、龍谷大学出身。佐藤建設相手陣39ヤードからサードダウン残り3ヤード、クォーターバック26番ハンドオフから自らキープ、右オフタックルへ突破を図りましたが、しかしゲイン2ヤード、残り1ヤード残った状況でフォースダウンとなります。佐藤建設フォースダウン残り1ヤード、パントフォーメーションを選択します。パンターは19番の近藤が入ります。
素晴らしいパントです。19番のパンターのパントはエンドゾーン手前2ヤードのところで外へ出ました。パントはエンドゾーンに入るとタッチバックとなりますが、外へ出ましても構いません。結果としまして相手トヨタは自陣2ヤードからの攻撃という形になります。タイムアウト。ここでウォーターブレイクが入ります。水分補給のためのタイムアウトです。この配信はX3 ウエスト全13チームの合同企画によって実現いたしました。各チーム、そして今画面上にありますさまざまな方々のご寄付ご記者にありまして、この配信は実現いたしました。皆様のご厚情大変ありがたく思います。この配信によりまして、この会場に来れない遠方地の方、ました海外の方々にも X3 の配信、そして X の試合などもご覧いただくことができることを非常に嬉しく思っております。その配信を担当させていただいておりますのは私道楽屋リチャーです。個人の趣味でやっております配信ですので至らない点は多々ございますが、皆様のご期待に応えられるよう全力を尽くしたいと思います。さあ試合再開となります。トヨタ自陣2ヤードという非常に厳しい状況からファーストダウン10の攻撃に入ります。セーフティートヨタ、この陣地をランプレーで打開しようとしましたが、これを見計らって佐藤建設ディフェンスラインが吸収。トヨタのランプレーをエンドゾーン内で抑え込みました。攻撃チームがエンドゾーン内でボールデッドとなりました場合はセーフティー、自殺点となります。したがって佐藤建設に自殺点2点が献上される形になります。佐藤建設23点、トヨタブルファイターズ0点。しかもセーフティーの場合には自殺点となりますので、キックオフは自殺点を献上しましたトヨタのキックオフとなります。この結果キックオフを受ける佐藤建設が続けて攻撃権を得る格好になります。そのキックオフの地点は通常と違い自陣20ヤードという地点になります。さあトヨタ自陣20ヤードからのキックオフで試合再開です。佐藤建設リターンに入ります。0番右オープンに展開、相手陣45ヤード地点でアウトバウンズしました。この位置から佐藤建設の攻撃となります。佐藤建設相手陣45ヤードからファーストダウン10。ここでホイッスル。チームタイムアウト。佐藤建設後半2回目です。佐藤建設ここで後半2回目のタイムアウトを取りました。ここからの攻撃方法をいかにするか、
残り時間を踏まえて作戦を練り直す状況だと思われます。アメリカンフットボールは最終的に試合が終わる段階で1点でも多い方が勝利という形になります。言い換えますと、勝っているチームはできる限り時間を早く消化することが勝つために求められます。そのためにランプレー、パスプレーをどのように効果的に組み立てるか、この作戦の打ち合わせを現在行っている模様だと思われます。さあ、試合再開となります。佐藤建設、相手陣45ヤードからファーストダウン10。さあ、クォーターバックには26番の相生が続けて入っております。自らボールを持ち込みまして、約1ヤードのゲイン。佐藤建設、相手陣44ヤードからセカンドダウン9。26番、ここで左スプリントアウトからワイドレシーバー13番にパスを投じ、これを13番見事にキャッチしまして攻撃権更新。佐藤建設ファーストダウン。佐藤建設、相手陣25ヤードに入りましてのファーストダウン10。ランニングバック29番、ハンドオフを受け、タックルを受けましたが、しかしセカンドエフォートで約4ヤードのゲイン。佐藤建設、セカンドダウン6、失礼、セカンドダウン9に、7に訂正します。佐藤建設、ファーストダウン。クォーターバック26番、プレッシャー浴びながら左オープンへのランプレー。見事なステップワークで攻撃権更新のランプレーとしました。佐藤建設、ファーストダウン。佐藤建設、相手陣19ヤードに入りましてファーストダウン10。さあ、今度はランニングバック3番に託しましたが、しかしこれはトヨタのディフェンス踏ん張りまして、このランプレーをノーゲインにとどめています。佐藤建設、3番ヘルメットオフです。佐藤建設、相手陣19ヤードからセカンドダウン10。
成功。ファーサークォーターバック26番ワイドレシーバー83番にパスを通しまして、83番キャッチアンドランでファーサー攻撃権更新としました。パスを通りました。ワイドレシーバー83番は岡崎。タイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。これで負傷者発生のためのレフェリータイムアウトが入ります。佐藤建設相手陣4ヤードに入りまして、ファーストダウン2ゴール。10番ハンドオフを受けまして右をフタックル突き、相手ディフェンスの相手ディフェンスの隙間を縫うようにそのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。佐藤建設6点獲得。見事なタッチダウンランを決めました。ランニングバック10番は西田でした。そしてトライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーです。キック成功、1点追加。佐藤建設スタンディングベアーズ30点、トヨタブルファイターズ0点となりました。試合時間残り59秒となっています。その終了間際に佐藤建設がワンタッチダウン追加といたしました。トヨタ、さてこの残り時間をどのように使いますでしょうか。佐藤建設キックオフ、キッカーは19番の近藤が務めます。トヨタリターンに入ります。トヨタ陣15ヤード付近でボールデッドとなりました。試合時間残り53秒となっています。トヨタ自陣15ヤードからファーストダウン10。なにわ区2番右オープンへのランプレー、突破図ろうとしましたがゲインは約2ヤードです。外へ出ていたため時計は一旦止まっています。トヨタ自陣17ヤードからセカンドダウン8。さあ再び右オープンへのランプレー、キャリア2番の総力に託します。
ゲインは約2ヤード。これも外へ出たため一旦時計は止まります。試合時間残り36秒。失礼しました。先ほどのランプレーゲインほとんどありませんでした。トヨタサードダウン8の状況になります。ボールオン自陣17ヤード。パス不成功。クォーターバック20番プレッシャー浴びつつ右へ流れてパス。このパスしかし佐藤建設にパスカットされパス不成功に終わりました。フォースダウンに変わります。トヨタフォースダウン8パントフォーメーションを選択します。チームタイムアウト。トヨタここで後半1回目のタイムアウトを取りました。このパントフォーメーションによる選手交代に戸惑いがあったようです。トヨタのタイムアウトを解けます。トヨタ陣17ヤードからトヨタフォースダウン8パントフォーメーションを選択しました。このパントを佐藤建設リターンいたしません。相手陣40ヤード付近でボールデッドとしました。この位置からの佐藤建設の攻撃となります。試合時間残り21秒となっています。佐藤建設相手陣41ヤードからファーストダウン10。ナイスラー。谷枠47番、ドロープレーにより中央突破。そこから相手タックル浴びつつ約9ヤードのゲインとしています。ここで試合時間がなくなりました。試合終了。試合終了となりまして佐藤建設スタンディングベアーズ30点、トヨタブルファイターズ0点で佐藤建設の勝利となりました。本日はありがとうございました。トヨタ苦しい戦いを強いられましたが、しかし見事試合を完遂したことは素晴らしかったと思います。陣容がなかなか厳しい状況、そしてコロナ禍の影響であるか部員が
両方に出場しなければいけないという厳しい状況の中でありながら、しかし先週でしましたので、本日の関連撤収6時45分関連撤収でお願いいたします。ご協力よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。そして佐藤建設は台風の影響によりまして、これが開幕戦となりましたが、見事その試合を勝利に収めることができました。今シーズン下方ぶりに優勝を狙える陣容を整えている佐藤建設の今後の戦いに注目したいと思います。両チームナイスゲームでした。この配信は X3 ウエスト全13チームの合同企画によって実現させていただいております。各チーム、そして今画面上にあります、さまざまな方々のお名前が上がっている方々のご協賛ご記者によりまして、この配信は実現いたしました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑むものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑めなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、ここで本日の配信を終わらせていただきたいと思います。皆様、長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。この配信を担当させていただきましたのは私、道楽屋ギチャでした。それでは失礼いたします。